最近タイトル剣持東也っていう名前にしてやってたんですよ。ちょっと意味わかんない感じなんですけど、配信のタイトルが剣持東也っていう感じでやってたんですよ。意味なかったんですけど、意味あったんですよ。これちょっと今日こんにちはにしたら被害がありまして、なんか知らないけど剣持東也、僕のねチャンネル行ったら僕の配信がやってるよって出てくるじゃないですか。みんな多分出てきてそっから行った人も結構多いと思うんですけど、なんかいつからか知らないけど僕の YouTube で見ると僕のチャンネルを見ても僕が配信してるの出てこなくなったんですよね。だから僕自分の配信を見つけられないんですよ、 YouTube 上で。剣持東也って検索してもなんか出てこないし、自分のチャンネル飛んでも出てこないから、だから Twitter に行って Twitter で検索で剣持東也って名前を検索すると、剣持東也の YouTube をリツイートしてくれてる人がいるから、その人の URL を飛んできてたんです。自分じゃなぜか見つけられなくて。なんですけど今日は剣持東也っていうタイトルで始めてないから、剣持東也ってツイッターで検索しても出てこなくて、あ、やばい、これ僕の見つけられなかったら、なんか自分の動画見つけられないとちょっとめんどくさいんですよ。なんかコメント欄のなんか維持とかね。なんで今日はこんにちはってツイッターで検索してね、ここまでたどり着きました。あんまりいないと思いますよ、ツイッターでこんにちはって検索する人。いくらでもいるからね、検索の意味ないからね。でもなんとか自分探しみたいだね。本当にそう。なんでいつから僕の YouTube 剣持東也って検索しても剣持東也の配信出てこなくなったの。何言ってんの。いや本当だよね、僕も何言ってるかちょっと分かんなくなりかけてんだけど、僕毎回こうしてんだよ。5年目です、よろしくお願いしますね。こんにちはって今日はツイッターで検索して自分の配信を見つけて、今は皆さんのコメントをしっかり見れております。よろしくお願いします。だからこれからは剣持東也というタイトルでいきます。まさかのね、適当にやってただけだと思いきや、剣持東也って検索して剣持東也が出てくるには剣持東也っていうタイトルを配信につけないといけなかったから、意味のある剣持東也だったんだよ。剣持東也を見つけるために、剣持東也が剣持東也の動画を見るためには必要な措置だったんですよ。お分かりいただいて何よりです。はい、ということでね、